銀河系には36個の地球外文明が存在する可能性がある。今年の6月10日に天文学の専門誌で発表された論文が世界的に大きな話題となりました。現時点で私たちの地球以外に生命は発見されていないので、こういった予想をするためには当然様々な過程が入ってきます。この動画では今回発表された論文の結論よりもどういった考え方で地球外文明の数を予想していったのか、これまでの研究とはどう違うのか、この論文の方法論を皆さんと一緒に詳しく見ていきたいと思います。まずスタートとなるのは1961年に発表されたドレイクの式です。我々の銀河系に存在し人類と交信可能な地球外文明の数を N 個とすると、銀河系の中で1年間に誕生する恒星の数、1つの恒星が惑星系を持つ確率、1つの惑星系の中でハビタブルな惑星の数、ハビタブル惑星の中で生命が発生する確率、発生した生命が知的生命体まで進化する確率、知的生命体が電波など地球と交信できる技術を持つ確率、その地球外文明が存続する期間を掛け算することで最終的な N が求まります。これらのパラメーターに妥当と考えられる数値を代入することで N が10個という結論が得られました。これが1961年までの理解です。しかしこの式には一つ大きな問題があります。1年間に誕生する恒星の数や恒星が惑星を持つ確率などは観測によって求めることができます。しかし発生した生命が知的生命体まで進化する確率や知的生命体が地球と交信できる技術を持つ確率を実際の観測から制約するのはほぼ不可能です。そのためこれらのパラメーターを使わずに実際に観測によって求まるパラメーターだけで地球外文明の数を推測する必要がありました。今回紹介する論文では一つ大きな仮定を置くことでこの問題を迂回しています。その仮定とは、ハビタブルな惑星が50億年以上安定に存在することができたら、その惑星では 100% の確率で生命が発生し、 100% の確率で知的生命体まで進化し、 100% の確率で地球と交信可能な技術も獲得するというものです。これはものすごく大きな仮定です。先ほどのドレイクの式に当てはめると、ハビタブルな惑星が50億年以上存在するという条件の下で FL、FI、FC を全て1とするということに相当します。これによって未知のパラメータを消すことができ、文明の持続時間さえ除けばあとは観測可能な量になるというわけです。今の考え方をこの論文では以下のような式に落とし込んでいます。人類と交信可能な地球外文明の数を N 個とすると、銀河系の全ての恒星の数、恒星の年齢が50億年以上である割合、さらに恒星がハビタブルな惑星を持つ割合を掛け算した上で、文明の持続時間に対して生命がハビタブルな惑星において進化するのに使える時間の割合を最終的に掛け合わせて算出することができます。最初の3つのパラメーターはいいとして、最後の割合は何を意図しているのでしょうか。地球外文明が存在していたとしても、それが太古の昔だったり人類が絶滅した後の遥か未来であったりすると、我々とは交信できないので意味がありません。具体的に考えると、例えばハビタブルな惑星の平均的な年齢が60億年だった場合、最初の50億年間は文明が存在しないという仮定を置いていたので、残りの10億年だけが文明が存在可能な期間となります。よって例えば文明の持続時間が200年だとすると、この両者の割合が時間という観点から見た地球外文明との接触確率になります。ここまで来ればあとは観測量や理論的な推定値を粛々と代入するだけです。実はもう気づいた方もいるかもしれませんが、これだけではかなりの過剰見積もりになります。この過程のまま観測値や推定値を代入すると、銀河系には平均で400個から900個近い地球外文明が存在するという結果が得られます。もしこれらの文明が銀河系全体で均等に分布した場合、3000から4000光年おきに存在することになります。じゃあなぜこんな大きな数字になったかというと、最初に置いた仮定では惑星の年齢が50億年以降であったらいつでも文明が発生して良いことになっています。しかし実は銀河系内の恒星の 97% 近くが50億年以上の年齢を持っているので、あまり強い制約にはなっていませんでした。そこで著者らはもう一段階厳しい条件を仮定することにしました。地球外文明は惑星が誕生してから45億年から55億年の間の期間のみに存在する、それより前や後の時代には存在できないという条件です。この条件で考えると、今度は銀河系には平均で36個から69個の地球外文明が存在するという結果が得られました。
ここで地球外文明の平均的な持続時間は100年としています。これは人類が無線通信を発明してからの時間におおむね対応しており、論文の著者らは最も控えめな見積もりとしています。いかがでしょうか。皆さん、パラメーターの取り方にはそれぞれご意見があるでしょう。しかし繰り返しになりますが、重要なのは数字ではありません。あらかじめ仮定を置くことで、ドレイクの式から観測で制約できない未知変数を消し、観測可能な変数だけで式を記述するという考え方の転換がこの論文の本質です。この論文には他にも星の金属量や銀河の化学進化など紹介しきれなかった点もいろいろと議論されていますので、質問ありましたらコメントいただけると幸いです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると泣いて喜びます。よろしくお願いします。